札幌市交通局は札幌市の公共交通事業部門であり地方公営企業にあたる。現在は札幌市内で市営地下鉄を運行している。1930年から2004年3月まで市営バスを運行していたが赤字経営に伴う財政難からバス事業より撤退し路線や車両などを民営バス会社に譲渡した。また、 1927年から市営電車を運営していたが、2020年4月1日より上下分離方式に移行し、札幌市交通事業振興公社の運営となった。そのため、福岡市交通局に次ぐ2局目の地下鉄専業の地方公営企業となった。ロゴマークの ST は札幌シティトランスポーテーションビューローの頭文字である。 1927年市内の路面電車を市営化したのが始まりであり、1930年にバス事業を、1971年に地下鉄事業を開始した。札幌市の交通事業は長く電車、バス、地下鉄の3部門からなったが、1990年代後半以降、不況で圧迫された市の財政に対する大きな負担要素になっている。 1995年から札幌市では公共交通機関の利用者が減少しており、これは長期不況の影響だけでなく自家用車利用の増加が原因と考えられている。それゆえ各事業とも将来の増収を見込むことができない。約7000億円の建設費の8割を借り入れで賄った地下鉄は借り入れ金に対する金利負担が重くのしかかっている。市営バスは 収益が出る構造ではなく、工場的に赤字であった。もっとも、経営状態が良好な路面電車ですら、補助金なしには、経営が成り立たず、2002年度までに4,401億円の累積欠損金を計上するに至った。札幌市は、1991年から、経営改善計画を打ち出し、2001年度に新たに、交通事業改革プランを策定し、 経営の効率化を図ろうとしている。この一環として、バス事業を2000年4月から段階的に民間事業者へ移管し、2004年3月末をもって廃止した。路面電車についても2002年に赤字に転落したこと、車両の老朽化が進んでいること、将来的に乗客数の伸びが見込まれないことから、民間委託や廃止も視野に入れた検討が進められて、 いたが、2005年2月に、札幌駅への延長等の路線計画や、民間活力導入による、積極投資により存続を図る方針が決められた。赤字額が大きかった、地下鉄は2004年度より、10か年経営計画を実行中であり、ワンマン化や駅業務の委託、工場業務の外注化など、経費削減に努めている。一方、土日祝日に限り使用できる。 地下鉄、専用1日乗車券、土日課切符の販売や駅構内へのテナントいうち、地下鉄車内で音声広告を導入するなど、新たな収益も確保している。金利負担、減価償却費の減少も加わり、2006年度には25年ぶりの黒字化に成功している。札幌市営地下鉄 5000K8 サム南バス、発着場参戦。 合計 48.0km、1日平均乗車人員585,774人、所属車両地下鉄駅併設のものを中心に、バスターミナルを管理している。バス事業から撤退したため現在は、民間会社が乗り入れ、各社から使用料を徴収している。2017年10月1日現在の施設は、以下の通り、交通局以外が管理する施設は、 備考欄に管理者を中期する。乗り入れ事業者は各バスターミナルあるいは駅記事を参照。なお、周辺の路上停留所に発着し、施設を使用しない場合は乗り入れ事業者に含まれない。廃止されたバスターミナル南北線、東西線、東方線を走る車両には札幌市営地下鉄としては初めての試みが近年なされた。主な例は以下の通りである。 ありがとうございます。